っしゃ、もう一度見てくる。この俺様、新たに天下独尊の力があれば。親分。なんだ、そんなマジな顔して。焼きすみれ売りだ。はあ、こんな面倒ごとの真っ只中だってのに、のんきにすみれ売り焼いてんのか。ほれ見ろ、聞いたか、牛尾もお前が正しいって。って牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。お前ら揃いも揃ってんって、すでに食ってやがる。つうことはもう焼けてんのか。かっ、いい匂いじゃねえか。わかった、とりあえず腹ごしらえといこう。全部食べるなよ、俺様にも2つぐらいよこせ。まさかこんなところに閉じ込められるとは。参ったな。たとえ私に知識があっても、その大半は法律に関するものばかり。脱獄のことなどさっぱりだ。まあ、お父様と楽しく生きることを契約している身だ。少なくともここで落ち込んではいけない。いい方向に考えるんだ。そう、ここで見聞を広めたり、旧友と親睦を深めたりするのはいいことだと。うん、そうだ、これはいいこと。よし。現在出口が見つからないという至極厄介な状況にあるわ。もうしばらくここに閉じ込められることを覚悟しておいてちょうだい。幸い物資は今のところ足りているし、この一時しのぎのチームにも危機的状況への対処に長けた人物がいる。君たちも気をつけてちょうだい。あとは私に任せて。一度見てくる。この俺様、新たに天下独尊の力があれば。